はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテン、本日のゲームはこちらです。はい、スーパーロードランナーですね。はい、ロードランナーですよ。はい。まあ、こちらですね。まあ、これ説明書付きなんだけどな、説明書ちゃんと読んだことないな、そういえば。まあ、ていうか、このゲーム自体、初めてこのディスクシステムに差し込みますけども、実は。そんな感じでやっていきます。まあ、あれ?ロードランナーって、ハドソンだと思ってたけど、これってアイレムなんだ。アイレムなんだ。へぇー。ですって、ね。ロードランナーね、まあアクションパズルゲームですよね。まあアクションパズル、まあアクションパズルか。うん。ちょっとね、ルールをよく分かってないので、どういうゲームですよ、などの体験、ワンコンティニューまでに、一回ゲームオーバーになるまでどんな感じのゲームでしょうかというのを体験紹介したりできればと思っておりますが、ちょっとうまくいかないかもしれない。はい。まあそんな感じで、まあ。なるようになるでしょうと、はい、流れに身を任せましょう。よし、やっていきましょう。さあ、どうだ。読み込みは調子良さそうな方に見えるぞ。調子良さげに見えるぞ。お、ブローダーバンド。まあ開発がさ、じゃあブローダーバンドということで、販売がハドソンだったりアイレムだったりっていうことか。LOD でロードってなに?読み込むっていうロードでもないしさ、道の、道路とかのロードでもないよね。LOD、どういう意味なんだろうな、もともと。さあ。あ、やっぱちょっと主人公の見た目はちょっと違うね。あ、ここで音ないか。でもシステムはさすがに一緒か。ディティッ、ディテ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 ィデ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 ィって感じだったよね、確かね。もともとロードランナーね。一応、金塊を全、S って書いてある。なんだ?金塊を全部集めましょうゲームだよね。人、この敵から逃げたり埋めたりしながら。敵が奪っている金塊が誰がどれを持っているかとかは、が、わからない。このデモ画面の人めっちゃ上手くない?あ、そうか。A ボタン、B ボタンで右を掘って、A ボタンで、違う、逆か。B ボタンで左を掘って、A ボタンで右を掘るシステムだったっけ?これと掘れる回数とか一緒なのかな?よし、というわけでやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、ベイ。セッティング。さあ、どうでしょうか。読み込みは調子いいでしょうか。お、コンストラクションってどういう意味だ。コンストラクションプレイ。ん、どういう意味だ。まあ、これで一面目からになるのか。ナウローディング。まあいいや、とりあえずやってみよう。面セレクトできるのかな、もしかすると。クリアしたところはセレクトできるのかな。まあ、前の持ち主がクリアをしたっぽいね。プレイヤーさんだよ。ノープレイヤー。何が?あ?あ?コンストラ、あ、そういう意味か。コンストラクション、あれか。ちょ、待って。待って。リセット。リセット。あ、こっからか。コンストラクションあれが。エディットモード、え?今のは、わからん。前、キルモードがないから、途中からになってしまうかと思って。もう、ちょっとぐだりますよ。今回ぐだりますよ。ぐだることにより尺を伸ばしますよ。わざとはやってない。何もわざとやってることなんてない。読み込みの間の無の時間がある。よいし
チャンピオンシップロードランナーは確かやれなかったっけ。ロードランナーは確かやったっけ。もう記憶にないけど、今日のワンコンティ内で。ではまあこの、じゃあワンプレイを選んでみる。やっぱクリアしたところはまた、ああだねっていうシステムか。クリアしたステージ、クリアしているステージは免税でできる的なシステムね。さあ、あ、デモ画面で見たやつ。あ、なんか音がすげえ豪華。とりあえず目の前のこの金塊を取れる分は取るよ。無計画にとりあえず取っていくよ。どうしようかな。無計画に。うわ、まずまず、どうだ。あ、取られ、あ、ちょ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 、うわ、ちょ、その何、その波状攻撃分からん。よし、どうしようかな。こいつはちょっと分断したいな。やっぱそうだね。 A ボタンで右を掘って、そっか、そこに埋まると詰むのか。ちょっとだけ分断というか時間差はできたか。あ、できてないね。どう、お、ナイス、よし。で、あぶ、よしよし、あぶだ。ふーってどこ行くの。あ、左上か。すげえ、だから一面初めてクリアしたかも。ちょっとなんか優しくなってるかもないね。いやーいやー、やばい、ロードランナーに目覚めたかもしれん。わ、ここやば。わ、やば。ちょ、近すぎた。キャッキャッあの場所罠やな。でもさ、早めに取っときたいよな。無視を、あそこは無視を、敵を思いっきり分断してから、余裕を持っていこう。時間稼ぎはまず、よしよしよし。あ、そうそう、ダメだ。うわーわー、もうちょっとやりたい、もうちょっとやりたい。まだできる、まだできる、あと1回できる。ファミコンのロードランナーよりなんかちょっと やりやすいというか、操作が快適というか、何の違いかわからんけど、落下ダメージとかないよね多分。まずまず、よしよし、いいよいいよ。違うな。だ、さっきもやった、それ難しい。いやでももうちょっとやりたいなはい、というわけでもうちょっとやりたいな。ちょっとロードランナーの何コツセンスとか、ちょっと慣れないとあれだね、なんか対応ができないね。いやもうちょっとやりたい。はい、というわけで今日のワンコンテンツは以上、ここまでです。はい、というわけで本日お送りしてきたのはスーパーロードランナーでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。